ハッピーキャロットです。今日は帝釈峡に行ってきます。借りることができます。こちらの橋が見えますね。新竜湖は周囲24km、全長8km の人造湖です。赤い橋と森のコントラストが美しい。めっちゃ楽しい。隣の脇道行けって言ったから、今から遊歩道行きます。ここで帰って、これが神竜橋、神竜橋、神竜橋か、これが神竜橋でしょ。駐車場に行ける、これはいいんじゃない。気持ちいい感じです。上帝釈に車で移動しました。ここには神の橋と呼ばれる日本一の天然橋があります。美しい、こういうのが一周です。今日と違って大釈橋は11度ってありましたんで寒いと思いますよ。超狭い。白雲洞は約30万年から200万年の長い月日をかけて出来上がりました。思ったよりだって立派よ。すごいよこれ。ズームしたら天井見えるよ。テントが頭当たる。すごいすごい、上がすごいんです。橋がある。山の橋、自然の橋ですね、あれ。あちらですね、御橋、おそらく。すごい立派な、迫力のある高さがありますよ。で、なんか錦帯橋、もうなんか岩山全体が橋みたいになったな。天然の帝釈橋は、どうじゃった。御橋は橋というより巨大な山じゃったの。天より高く、ハッピーグッバイ。